インターハイヨット競技2日目、女子のレースが行われています。女子は今日3つ目のレースです。420と FJ、 先に420がスタートしています。第4マークの地点です。女子の420、女子の FJ のレースが進んでいます。和歌山市君の和歌山セーリングセンターから2016年のインターハイヨット競技2日目の模様を生中継でお伝えしています。さあ見えてきました。第4マークに向かって先頭のヨットが見えてきています。やはり強い霞ヶ浦が見えてきました。女子の420霞ヶ浦、宇田川遠大橋。さあここでまた音響が聞こえてきています。先頭霞ヶ浦が第4マークに差し掛かります。女子4209第5レース先頭霞ヶ浦、宇田川と大橋のペアがまずは先頭です。2番手が兵庫の芦屋。先頭の霞ヶ浦は去年のインターハイ国体全日本女子の3冠チームです。その3冠チームを芦屋が追っていきます。
さあ先頭が霞ヶ浦、2番手が芦屋です。またコースに関することでしょうか、音響が鳴っています。3番手で日南新徳です。4番手が岡山の奥、先頭が霞ヶ浦、霞ヶ浦が先頭でした。その後が芦屋、さらには日南新徳や奥が追っています。磯部が第4マーク開口です。そしてその後法隆寺国際、2016年のインターハイジョット競技女子420第5レース、ここまで先頭は霞ヶ浦、優勝候補霞ヶ浦です。さらに音響が加わっています。高松工芸、そして堺が続いていきました。あれ何ですか、風の向きが変わってきています。今このカメラを搭載しましたボートの旗もかなり強くはためき始めています。風の向きなどを伝えています。宮古が開港しました。その後は別府青山と海津明星です。風が向きや強さ変わってきました。選手たちから見ると今私たちは後ろにつけているんですが、風が逆風になっています。選手たちの向かい風になってきています。唐津西もありました。その前に地元の青林です。博威工業です。さあこのように運営艇が音と看板ボードで選手たちにメッセージを送っています。愛知碧南女子420第4マーク開港、トップは霞ヶ浦でした。女子の420第4マーク開港の地点からお伝えしました。ここからまた移動します。カメラを搭載して海上から海の上から実況生中継でお送りしています。
カメラを搭載しましたボートなんですが、現在女子420の第4マークの付近にいます。残り1チームです。最後は小樽水産です。これで24チームが女子4209第4マーク開講を終えています。結構水が入るようになったのもいい。これは入るんですよ。これは引っ掛けないんだ。この骨ダメなんで、もうこの呼んでますので、こっちで、はい、やってもらいますか。待って、分かんない。こっちに入ってる。こっちじゃない。